ラーラムスタファパシャモスクファマグスタは、キプロス東部、ファマグスタ地方の主要都市である。ギリシア語では、アモホストス、トルコ語では、ガージマーウサと呼ばれる、湾の中央部にあり、キプロスで、最も水深のある港がある。現在北、キプロストルコ共和国支配下にある。古代には、エジプトのプトレマヨス朝の女王にちなみ、アルシノエと呼ばれていたが、 砂に隠されたという意味のアンモコストスと呼ばれるようになった。この名前が西ヨーロッパではファマグスタに変化し、トルコ語でマウサに変化した。紀元前300年、アルシノエという漁村であった。後、サラミス撤退により小さな港町となった。1192年、党の支配がフランスのリュジニャン家に移り、キプロス王国が立ったことが大きな転換点となる。 東地中海で天然の良好を持ち、町を守る城壁を要するファマグースタは、中東と西ヨーロッパの中継点として栄え、人口が増えた。1291年、レバントに最後に残ったエルサレム王国の巨剣圧根が陥落した後は、オリエントのキリスト教国で最も裕福な都市の一つとなった。1372年に、ジェノバ共和国が1489年に、 ベネツヤ共和国がその富を狙い行を襲撃している。裕福な商人たちは揃って、教会を寄進して立て、これらは今も残り、ファマグスタが、教会地区と知られるゆえんとなった。1570年から1571年にかけ、ファマグスタは、オスマン軍による13ヶ月の包囲と恐ろしい、砲撃に耐えた。陥落後、町は、オスマン帝国の一都市として変貌し、唯一残った、 大聖堂はモスクにされた。1878年のベルリン会議の結果、イギリスがキプロス島の死政権を獲得したため、ファマグスタはイギリスの支配下となった。トルコ系住民は旧市街、ギリシャ系住民はベロシャ地区と住み分けがされていた。第二次世界大戦中、街にはホロコーストから生還したユダヤ人5万人を収容するキャンプが置かれた。 彼らはイギリス領パレスティナへ移住した海岸沿いのベロシャ地区。1970年代初頭は次々にビルの立つ観光地であったが、1974年以来ゴーストタウンとなっている1960年の独立から1974年のトルコ軍の侵攻までファマグスタは文化、経済の両面で繁栄した。下記には西欧諸国からの旅行者が加わり、 町の人口が9万人から10万人弱まで増えたという、1974年8月14日のトルコ軍、侵攻後、ペロシャ地区は軍に封鎖され、26,500人のギリシャ系住民は町から脱出できたものの、帰還は許されなかった。当時町に入れたジャーナリストによれば、品物を抱えたまま閉鎖されたデパートや空っぽのホテルが残る。 ゴーストタウン状態であったという。現在、町の人口は3万9000人に回復したが、トルコ系住民と、侵攻後にトルコから移住した人々のみである。ベロー社の行政を、キプロス政府から国際連合に移した場合、難民となっている、ギリシャ系住民の帰還を許し、港双方に解放するという案が出されたが、北、キプロストルコ共和国とトルコが拒否した。また、 封鎖されたペロシャ地区は依然として無人のままであり、すべての建造物が崩壊し続けるなど自然に帰りつつある。ありがとうございます。